ただきましてありがとうございました。まもなく終着網走、出口は左側1番線の到着です。お乗り換え列車をご案内いたします。普通列車釧路行きは3番線15時10分の連絡です。駅は183系は1979年昭和54年に登場してから43年間、ただいまお乗りの車両は1986年昭和61年から36年間、寒さが過酷な北の大地を走り続けてきました。1982年昭和57年に特急オホーツクとして関北本線を走り始め、冬には流氷が押し寄せるオホーツク海、雄大な山並みが美しい大雪山など、東北の自然あふれる観光地へお客様をお送りしてきました。駅は183系は客室前後で温度が大きく異なり、温度調整が難しかったこと、冬には氷点下の気温でドアが凍りつき閉まらなくなったこと、ドアの隙間から雪が入り込みデッキに雪が積もっていたことなど、車掌としては苦労の多い車両ではありましたが、札幌網走間 374.5km を毎日のように走り、何度も鹿と接触してもめげず今日まで走り続け、私たちのためによく働いてくれました。今日は183系どうもありがとう。特急ホーツク、特急大鳥として長年通った網走駅